フィリピンの場合ですね、まあ、価格の違いどんなもんですかと、まあ、あとモールで遊びたいんだけど楽しみ方なんですかって感じですね。まあ、この辺はあのガイドによってかなり変わるって感じですね。やっぱり面白いガイドと行くと楽しみ方もあの知ってるので、あの全然違うってことですね。だから、まあ、どこへ行くかよりも誰と行くかっていうことに通じるんですけども、やっぱりあのガイド重要かなと思いますね。で、日本と何が違うのか、まあ、日本のモールというとまあ大きいので言えばイオンとかですね、あるんですけども、まあ、見た目は結構似てたりするんですけど、やっぱりまあごっちゃごちゃ感が違いますよね。まあ、東南アジアというかフィリピン独特の空気感があったりとか、まあ、いろいろ食べられたりショッピングできたり、まあ、場所によって映画館があったり、あと、まあ、あのボーリングができるところもあったりしますし、さまざまな楽しみ方あるんですけども、やっぱりテラスが楽しいですよね。あの日本よりもテラス席が多くて南国らしいなっていうところですね。まあ、気候がいいのでやっぱりこういうのが可能になってくるってことですね。